こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。前回の動画で秋分の日についてお伝えいたしました。秋分の日は昼と夜の長さがほぼ同じで、秋分の日を境に少しずつ日が短くなっていきます。ちょうどお彼岸の中日でご先祖様と近くなるとお伝えいたしました。天秤座の新月の26日はお彼岸が明けますが、このシルバーウィークの間、私は雨上がりの車の窓から虹を見たり、窓に大きなカマキリを見かけたり、嬉しいメッセージを感じました。虹やカマキリの画像はブログに掲載していますので、よろしければそちらもお楽しみいただけると嬉しいです。秋分の日からは新しい世界に入るとも言われています。天秤座新月からは、美しいものに触れて美意識を磨くと良い。偶然にも立派に咲いた極楽浄花に出会いました。極楽浄花はストレリチアとも呼ばれていますが、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる多年草です。オレンジ色の萼と青色の花びらがとても派手で、その姿が極楽蝶のように見えることから極楽蝶花と呼ばれています。英名でもバードオブパラダイスという名前がついています。生姜木極楽蝶花科極楽蝶花属の非耐寒性多年草の熱帯植物です。極楽蝶のトサカに似たカラフルな花を咲かせます。日本には明治初期に渡来しました。トロピカルな夏のイメージがあるかと思うんですけれども、夏季は4月から10月にかけて咲きます。花は夏の暑さには弱いので、春の4月から7月と秋の9月から10月が実は花の見頃です。学名はストレリチアレギナーエ。ストレリチアはイギリスのジョージ3世の王妃であるシャーロット・ソフィア妃の出身であるストレリッツ家の名前が付けられました。博物学者であり植物学者であったジョセフ・バンクス氏がイギリスにストレリチアを紹介した際に王妃の名前を冠したことが学名の由来です。ちなみにレジナエは女王のという意味です。南アフリカ原産で、草丈は1メートルから2メートルになります。で、ジョセフ・バンクス氏は植物学者なんですが、キューガーデンのボタニカルアートの展示を見に行ったんですが、 このようにバンクスが、イギリスに持ち帰ったストレリチアが描かれています。当時キューガーデンで活躍された18世紀植物画家のフランツ・アンドレアス・バウアーが描いたストレリチアです。日本物そっくりに詳細に描かれています。ストレリチアは、観葉植物としても人気で、日向から半日陰で育てられます。よく日光に当てないと花つきが悪くなります。5度以上で保ち、環境が合うと周年開花します。花言葉は輝かしい未来、温かい心、寛容は極楽浄化という名前と見た目と、そして大きな草丈からおおらかさを表す花言葉です。何者も恐れぬ精神という言葉がありますが、これはストレリチア属でも大型の品種である旅人の木というのがあるんですが、かなり大きい品種で、太い幹の上に葉が扇状に広がってついていて、種の中にとても綺麗なコバルトブルーの種が入っていて、イヤリングにしたアクセサリーもあります。またストレリチアには風水効果があります。葉っぱの丸みが家庭円満や人間関係を円滑にしてくれる、観葉植物全般に言えることなんですが、悪い気を吸って厄除けの他に金運アップも期待できます。子供の運を上げたり、家庭運をアップしたり、職場の人間関係も良くしてくれたり、ストレリチアは見た目も豪華で風水的にも良い意味を持つ素晴らしいお花です。この足元にあるこちらの植物は我が家のベランダで育つ
ユーカリグロブルスです、ね、ユーカリグロブルスについては以前の動画でもお伝えしていますので、よろしければご覧ください。ストレリチアの輝かしい未来、万能寛容など素晴らしいエネルギーが皆様にも届きますようにお届けいたしました。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。